ドルフィンアイズダイビングスクール小田原です。当スクールの、ダイブマスターたちの、スキルアップデートを行っています。今は、バディ潜水した際にバディに万が一のことがあった場合のレスキューのトレーニングです。万が一の時にはバディを迅速に陸上に上げなければいけませんが、どのようにすれば、その場で、安全に確実にエキジットできるかどうか実習しています。失敗しました。